くマニラのですね、場合、おすすめはどこですかと質問いただいてますね。あと、セブンの場合どうですか、まあ、ミンダナオ、まあ、ダバオですね。まあ、どこがおすすめですかといろいろ聞かれるんですけれども、まあ、セブだったらですね、まあ、サウスピークとか結構ちゃんとしてる学校かなと思います。あとは、まあ、カエアとかですね。あと、まあ、マニラとかだとですね、結構数は多いんですけれども、まあ、これはやっぱり現地に住んでる、まあ、ミンダナオの場合もですね、現地に住んでる、かなりエージェントに詳しい現地在住者の日本人がおすすめかなと思います。まあ、相談するについてはですね、まあ、僕なんかも、マニラセブとか、その辺りだったら結構詳しいので、まあ、学校関係で仕事したこともありますし、その辺はご相談いただければなと思うんですけども、どっちにしてもですね、カランメソッドとか、きちんとそのアウトプットを重視して話せるっていうもの、まあ、もちろん1対1は当然なんですけども、そういうノウハウをちゃんと確立しているところっていうのをぜひお勧めします。語学留学や